殿、親父殿はいずこか。よくぞ戻ってくれた。親父殿、話は聞いた。本当なのか。やはり本当なのだな。一体何が、奴の身に何があった。あやつはそなたたちが戻る時間を稼ぐと世の制止も聞かず一人戦場に打って出たのだ。なんと無謀な。最後に会った時から様子がおかしかったのだ。そう、何かに取り憑かれたように。戦場であやつを見た兵たちは尋常ならざる様子だったことを語っている。扉を開くと深淵が見えると、そのような言葉を繰り返し、あやつは突如として人ならざる巨人に変貌したのだ。あまりにも、あまりにも圧倒的な力。もはやそれは戦と呼べるものですらなかった。変貌したあやつは無差別な殺戮を繰り返し、三万の半島を滅ぼしはしたが、味方にも甚大な被害が及んだのだ。そしてまだ収束したわけではない。あれは今休止状態にある。だがいずれ目覚めるであろう。世の責任なのだ。あやつを、やっぱりあの仮面だったんだ。これはあの歌われるものの3作目やつを止める、で我らの力で登場した力ですね。敵は壊滅したとはいえ、我が軍も弱体化しています。とても戦える状態では。こんな状況で対抗手段などあるのか。らしくないな。臆したか稲妻、見ろよこいつを。これを。四つのアクルカ。アクルカにはアクルカということか。しかしあの方を見たでしょう。もしあなたたちまで力に飲み込まれてしまったら。あれを四つに分割したものだってさ。大きすぎる負荷をこれで分散させたんだと思うよ。ああ、少なくとも我を失うようなことにはならぬだろう。もっとも無事でいられる保証はないってか。上等、一つもらってくぜ。友を救うに何のためらいがあろう。それに親父殿のあんな顔はもう見たくないからね。そういうことか。ならば俺で四人目だ。お待ちを。あの方を元に戻す方法はないのですか。どうだろう。この四つのアクルカがその答えな気もするけど、それでもね。仮に可能であっても、そのために大勢の命を犠牲にするわけにはいかぬ。
もはや避けられない。ならば兄上、私も同行します。ダメだ、貴様は残る。何故ですか？命運を担うとなれば、もののくとしてこれ以上の誉れはない。今回だけは俺のわがままを通させてくれ。今回だけはではなく、今回もの間違いではありませんか？ならば私も初めてのわがままを言わせてもらいましょう。ほう、珍しいな。兄上が何と言おうと一緒に行かせてもらいます。私の血があれば皆方の力を従前に発揮することはご存知のはず。確かに兄上たちは他に並ぶもののないもののふですが、それゆえかこの力に頼りすぎだと言わざるを得ません。戦にはしかるべき戦略を持って臨むべきです。貴様のわがままじゃしょうがないな。兄上、何を。悪いな、わがままは俺ので売り切れなんだ。わがままは次の入荷をお待ちくださいってな。あのよ、お前の言う通り俺はバカだから先のことはわからねえ。それでもわかることがある。あやつを止めるのは我らにしかできぬということ。杯を交わした兄弟としてこの役目は誰にも譲れないよ。確かに俺たちはイノシシ武者だ。だがな、肩を並べ背中を預けられるダチがいる。だから俺たちは強え。まあ奴が欠けたのは痛いが、なあに、4人いればなんとかなるさ。じゃあまたな。そんな顔するなよ、なんか悪いことしてるみたいだろ。許せとは言わぬ。どうか親父殿を支えてやってくれないか。稲妻、本当にいいんだね。こいつなら分かってくれるさ。なあライデン、俺にもしものことがあれば貴様が足わらを導け。兄上、それはどういう。元よりそのつもりだったのだ。俺はもののふだ、戦うことしかできぬ。だが貴様は違う。その際で多くの民草を導くことができる。足わらには貴様が必要なのだ。見届けろ、この戦の終わりと足わらの行く末をな。どうです兄上、親父殿が建ててくれたこの豪勢かつ立派な墓を。兄上は常々墓などいらぬと言っていましたね。なので私からのささやかな嫌がらせです。最初で最後のわがまま、今度ばかりは聞いてもらいますよ。なぜだ兄上、俺も一緒なら。この力を生かすには的確な戦略と戦術が必要と兄上も分かってくれていたはず。なのに。いや、分かっている。後継者である俺たち二人が行くわけにはいかなかった。それでも俺は認めない。確かに兄上の選択は間違ってはいないさ。だが、だとしても俺が一緒だったなら、一緒なら。
死んでしまえばそれで終わりじゃないか、兄上。大丈夫か、ミカズチ。そうね。よかった、気がついた。アクルカは一応全部で6つあることになるのかな。そのうちの1個がとにかくやばい力を持ってて、それをその人が被って、それを4つに分けたのが今発注者たちが持ってるアクルカってことか。構わん、本当のことだ。まあでも今作中で言うとまだ本当に大丈夫、もしそれが持ってる分しか出てないのかな。上事のように何やらつぶやいていましたけど。ああ、少しばかり夢を見ていた。なんてでけえ男たちだったんだ。それに引き換え俺は何をやっている。俺が超えねばならぬのはオシトルか、それとも兄者か。俺は一体何と戦っている。なぜ俺はこんなにもムキになって奴らの背中を追いかける。あの男たちの生き様はこんなんじゃなかったはずだ。友と比べて焦り、兄を見て苛立ち、俺の志す者の人はこんなんじゃねえ。クソが、つくつく情けねえ。俺が超えねばならぬのはオシトルでも兄者でもない、俺自身だろうが。オシトル。なんだ。おめえは強えな。師匠が認めただけのことはある。何を言うかと思えば当然だ。オシトル。そうか、お前に背中を預けているんだ。違うか。そうだ、ああそうだな。それでこそオシトル、俺が認めた男だ。やれやれ、吹っ切れたみたいだな。たく、世話をおかけさせやがって。お前は何もしてないだろう。どうした、あっち。どうしよう、ハル。胸がドキドキして、キュンって締め付けられるような感じがしたの。それこそが、お前が探していた伝説の胸キュンさ。これがそうなんだ。ねえねえ、胸チカ。これが胸キュンなんだって。ん？ムネチカ。小生はドキもキュンもしておらぬ、決してしておらぬ。ムネチカ。ちょっといいなって思っちゃった。立てるか、捕まれ。それで三日月どうする。おうなあオシトル、俺は俺自身を超える。頼む、オシトル。お前の力を貸せ。らしくないな。だが、お前の頼みとあれば、是非もなし。執念、胸しか、貴様らの力も貸してくれるか。是非もなし。ふてくされちゃったよ。おい、ハル、貴様もだ。もしもし、僕ハルだよ。今日はお電話ありがとう。
あのね、今僕あなたの後ろにいるの。どういうことよ。何気味悪い声で人形のふりしてやがる。仕方ねえな。時間外労働手当はおまけしといてやるか。感謝しろよ。ああ、感謝する。なんか吹っ切れたのはいいが調子狂うな。足原の祖霊たちを今一度かしこみ申す。我未熟なれど我を支えしともあり、我ら一つの太刀となりて、いざ。しゃ悪く、共に背中を預けるのもな。もうしょっぱな行こうかな。あ、右のやつ回復術っぽいの使ってたから先に倒そう。めっちゃ回復するな。なるほど。手数が足らん。効かねえし。同じことしてくんだ。はいはい。これは。浄化いたします。速度低下。あ、ミスった。これじゃねえわ。寝かされた。ちゃうんだよね。攻撃しよう。受けてみよう。
よいしょ。あ、倒した。容赦はしない。これで終わりだ。オッケー。勝てーなー。あ、注射錦。マーキー取れたね。ちょ、回復。ありがとう。ここより先は小生の領域である。よっしゃ。やっちまえい。852。で回復を使うぞ。押すのが大変だ。ザッ。ちょい。いけるいける。押すの具合が悪そうだ。さら。押すのが大変だ。しびれが。オッケー。これで終わりだ。風雷芭蕉。もっとだ。もっと強くならねば。8ポイント結構もらったね。威力も上げようかな。10ぐらいまで上げようか。宗近はまあ別身で。15まで上げて一旦攻撃。よしよし。
見事なり。あれ消えちゃった。何だったんだろう。これか。目的のものは手に入れた。さっさと帰るぞ。えらくあっさりしてるな。ねえねえ、その箱って何が入ってるのかな。さあな、ソラ、欲しけりゃくれてやる。え？お、え、いいの？構わん、俺のはもう手に入れた。よくありませんわよ。三日月殿も何を言ってますの。いやでも多分そういうことなんだろうな。このもの自体はどうでもいいんだろうね。シューニャちゃん、ダメですわよ。それは雷光様にお渡しす。開ける気満々。開かねち殿は何を考えていますの。少しは見直しましたのに気のせいだったみたいですわね。さてどうだろうな。ん、オシトル殿。いきなり背後から切りかかるなど貴様らしくもない。そういうお前こそなぜ抜かなかった。その必要はない。お前に背中を預けているのだ。違うか。何を笑っていますの。まったく殿方と来たら。何だ、妙に不機嫌じゃないか。別に、どうあがいても女は男の世界には入れぬ。母上様が言っておられたのはこういう意味ですのね。若いってのはいいもんだ。ちょっと目を離した隙にすぐ成長しやがる。おじちゃんならそう言ったかな。そうかもしれませんわね。あんなこと言っても男ってのは基本バカばかりだからな。二人とも背中をさらして突っ込んでいくのが目に浮かぶ。宗近がいなかったらと思うとゾッとするよ。そうでしたわね。確かに小生がもっとしっかりしないといけませんわ。貴公が人形でなければ惚れていたかもしれぬ。お、あながち。いやいや、そのセリフはいつもの宗近で言って。でで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 で。エラー、限界値を超える負荷がかかっております。早急に解放。さあ二人ともいつまで笑っていますの。帰りますわよ。ああ、そうだな。すまん、すぐに追いつくから先に行ってくれ。ありがとうございました。
いいね。足原の手法を入手しました。味方たちが奥義、暴乱説を習得しました。いいね。さて。じゃあね、ちょっと長くなっちゃったけれども、一旦ここで一区切りにしましょう。はい。まあ、これがね、三日月の新たな力になるのか、まあその手法っていうのが厳密にね、どういったものだったのかっていうのは、ね、ぼんやりしてますけれども、まあね、三日月というか、まあこの足輪を継ぐために必要な心構えのようなものが、まあ本当の宝だよ、みたいな、まあそういったね、感じなのかな。はい。まあ、とりあえずね、このことを、次回、来光に、報告しに向かいたいと思います。では、モノクロムメビウス実況プレイのパート65、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。